はい、それでは今回はですね、ランドクルーザー702キャスターウェッジという商品ですね、こちらを組み込んでいこうと思います。何かっていうとですね、キャスター角を補正する部品ですね。キャスター角なんぞやっていう人はこちらのショート動画を見てください。まあ、簡単に言うなら、リフトアップした時にね、純正状態よりもちょっと直進安定性がなくなってしまうっていうことになるので、それを補正してリフトアップ状態でも直進安定性を保つよ、ハンドルブレにくくするよという部品ですね。実際に入れてみますので、今回まあ私の主観ではありますが、どうなったかっていうのを紹介していこうと思います。キャスターウェッジを取り付ける位置についてはもう画像の通りです。板バネとホーシングの間ですね。で、気をつけてほしいのは、キャスターウェッジの厚い方が前方になります。これ逆に入れるとまた別の効力を発揮しますので、とりあえず直進安定性が欲しいときは前方を厚く、入れてあげてください。で、まあどうやって入れるのっていう感じの人は、まあ調べてもらうか、あるいはもう車屋さんにやってもらった方が確実かと思います。はい、それではですね、キャスターウェッジを入れました。で、今からどう変わったかの主観でレビューします。まあ、まずはっきり言います、めちゃくちゃ効きます。商品検索してもらうと分かるんですけど、ランクル77キャスターウェッジ、だいたい補正角度4度と6度があると思いますけど、僕のは今これ4度が入ってます。キャスター補正入れる前はもうこんなんでした。本当にガタガタガタってなります。もう今すごいです。これびっくりするぐらい僕は体験できます。まあ純正ほどまっすぐ走ってるかっていうとそれは怪しいですけど、非常に直進安定性戻ってきます。それぐらい顕著に効果があるなっていうのは実感できますね。いや、すごいですよ。本当ブレないもん、ステアリングで振動が入ってきてもジャダが出る気配もないし、素晴らしい。いや、これはね、価格に対するコストパフォーマンスはかなり高い商品だと思います。ホーシングと板バネの間にキャスターウェッジ入れるだけです。それでこんなに直進安定性出るんだなっていうのを今体感してるとこですね。いきますよ、まっすぐでしょ。ステアリングのセンター出てないのはまだこれから補正するんで気にしないでください。すごいっすよ、80と同じぐらい。まあ、我が家の80は直進安定性しっかり出るようにされてたんですけど、もうそれと同じぐらいまっすぐ走るようになったから、いや素晴らしい。で、今ちょっとオフロードコース行ってたんですけど、デメリットっていうところで言うと、キャスターウェッジを前に厚みのある方向で取り付けた時にプロペラシャフトに角度がつくんですね。泣かないかなっていうところのチェックと、しっかり前の通りオフロード走れてるかなっていうところのチェックですね。それを今してきました。じゃあちょっと動画で走ってる様子は、流してると思いますけど、特に何ら問題ないです。足の動きも問題ない、ステアリングの、まあ、切れ方は特に問題ないし、もう全然オフロードに影響はないかなって感じです。まあ、理論上は少しだけ、旋回力がなくなるっていう風には理論上はねなるんですけど、まあ、特にこれはあかんなと思うようなとこはなかったですね。はい、というわけでキャスターウェッジおすすめしておきます。すげえ、もう今の振動でだってステアリング取られんもん、ありえないよ。これまでの僕の70では、まあそれはちょっと別作業ですけど、まあ当然ね、タイヤでかくする、車高を上げる、リフトアップする、感情論とかじゃなくて理論的に構造上どうしてもそれは直進安定性はなくなるんですよ。だからそれを補正するアイテムはいっぱいあるわけで、そういうのをしっかりやってあげればね、普段使いこれはちょっとなって思うことも少なくなってくるんじゃないかなと思います。まあ、僕も正直ジャダーが出とるんで、もう勘弁してくれってことで、ステアリングのリレーロッドも新品にしたし、
ナックルのオーバーホールもしたし、でもまだちょっとだけ出てたんですよ、ジャーダーがね。じゃあ次は、キャスターウェッジでキャスター角を補正してやろうって、そういう風に思いました。まあ、結果的にこれは入れて正解かな、個人的にね。いらないよっていう人は入れなくていいだろうし、もうカスタムは自由ですので、まあ、ここはカスタムというよりカスタムに対する弊害を補正するパーツですね。まあ、それを入れてやって間違いなかったかなと思います。でコイルサスペンションランクル80の場合は、それ専用のリーディングアームに変更してもらったり、変身ブッシュを入れてもらったりすればキャスター角はね補正できますので、そちら考えてみてもいいかと思います。ただ注意点としてランクル80は、まあ、ほとんどがフルタイム 4WD ですよね。キャスターウェッジの入れた感想をこれでレビュー終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。